はい、どうも皆さん、こんにちは、いつおです。ということで、今回からちょっと新しいね、モッドでシリーズの実況を、ちょっとまあ、一人だけど、始めていこうと思います。まあ、始める理由としては、ただ単にちょっと、いろいろやりたいモッドがあったっていうのもあるけど、最近その、他の人とやってるモッドの実況がちょっと、都合が合わずにね、撮れなかった、その、投稿できないことが多いので、ちょっとまあ、一つね、こう、まあ、自分一人だったら、その、都合ほぼいい時に撮れるからね投稿していけるから、それで一つやろうっていう、そういう感じです。まあ、何のモッドかっていうと、まあ、メインは結構複数入れてるんだけど、メインは結構昔の有名なモッド、ちなみにこれ162なんだけど、バージョンが、まあ、何のモッドかというと、テイルオブキングダムズ。知ってる人は知ってか。やばい、声聞こえない？大丈夫？ちょっとサウンド上げるけど、待って、なんかやばい声聞こえたぞ今。この声はまずい予感がしてきた大丈夫か、まあ、これでいきなり1個入れてるモッドバレたけど、ゴジラモッドも入れてます。まあまあいいや、話の続きをしよう話の続きをしよう。まあ、そのモッドは結構有名なモッドなんだけど、なんか城をね、自分そのギルドっていうのを、まあ、守っていって成長させていくっていうモッドだね、簡単に言うと。まあ、その他にはまあ便利系モッドとか、まあ、お楽しみにしてあるものがいろいろあるんだけど、一つもお楽しみじゃなくなったね。うわやばこのマップのやつも入れたんだけど、これやばいでしょ。もう2つ目ぐらいバレたでしょ。いろいろ見えるけど、まあ声はするけど、近くにはゴジラはいないみたいだから。てかボーナスチェストボコボコにされてるじゃんボーナスチェストがチェストとして置かれてなかったんだけど、アイテムとして散らばってたんだけど。えやばい、あれはそんなとこにいたのかよお前。えマジで言ってる？ちょっと待って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 、なんでリスポーンがこんな変なとこで、しかも向こうにいるし、普通にやばいぞこれ。どうするか。だって暗いところにあんまり近づきたくないんだよね。まあ普段のごとく結構鬼畜のモッドがいろいろ入ってるから、なるべくちょっと離れようぜ。あれいきなりじゃん。もっとさ、その装備整ってから出てきて、うわやべえどうする戦うとかいう話をしたかったのに、そんな真っ裸なとこに来るのと、びっくりするわ。まあいいわ、行こう。っていうかここどこ本当にこんなとこで、まあ、いつでもこの Y を押したらこのギルド作ってその物語を始めれるんだけど、ってか何匹いんの、やばいでしょこれ。頻度バグってないゾンビより見てるんだけど今のうち。ちょっと待ってよ。じゃあいきなりさ、とりあえずこのボーナスボコボコチェストでもらった、まあこれで船でちょっと旅しよう。全画面マップってどうやるんだっけ。何もう物騒な音しか聞こえないんだけど、やばいでしょもう。いきなりあれいきなりさ、そんなことされてもわかんなくね。でも何をすればいいってか、本当に何、物騒すぎない、ちょっと世の中なんかこのマップのもうモブの量がおかしいもん。黒色のやつコウモリでしょ。この俺のアイコンにつけまとってきてるやつは何なの俺のアイコンにつきまとってるやつは何。そんな顔してないよ俺。やばいな、こんな俺トークだけで終わっちゃうわそんなことしてたらどうするか。もうちょっと聞いとろう。ズームレベルもうちょっと
一番離して顔面ハテナのやついない？ん？顔面ハテナのやついんぞ。あれ何あの顔面ハテナ、めっちゃ気になるんだけど。あ、いいわいいわ離れよ。とりあえずこのゴジラ島からは離れよ。リスポーンあんなとことか災難にも程があるな。いやね、とりあえずまあいいとこ見つけてギルドを早めに作ったら、まあそこでもう寝泊まりとかできるから、とりあえずねその段階までコンパートで行きたい。場所探しだけっていうのもまああれだけど、しゃあないっていうね。ギルドの付近にもしゴジラがいたらどうするよ。あんな頻度だって、ほらもうそこ、ほらもう言った話をしたらって感じだよな。なんなの？ジャングルだけあんだけ湧くってこと？それだったらいいけどさ、平地にあの頻度で湧かれたらもう、ねえな、やりたいこと何もできないっていうか、え？これさっきのやつと同じ？わかんないよ。てかゴジラはマップには表示されないのかな？ちょっとよくわかんないな。てかマップにゴジラっぽいマークはないからな。まあ、鳴き声ですぐわかるけどさ、やばいでしょあれ、何やってんの。もういきなり、あでもそっち、あれなんだ、雪のとこあるな。普通に平地に行きたいんだけどな。森、うわえ、あの頻度やばいでしょ本当に。大丈夫か、あ大丈夫か。大丈夫かこの実況、大丈夫か、急すぎるでしょ。どこに着陸しようとしてもあいつが阻止してくるじゃん。どういうやつこれ、そういう実況もしかして、ゴジラから逃げようっていう実況。やばいでしょ本当に、10ブロックぐらい離れたらすぐもう来るくない。どうなってんの。どうなってんのって自分で言うのもなんだけど、どうなってんの、何どうしたらいいの俺は。これもういきなりモッド入れるモッドに過ちがあるような気がする。本当にもう海沿いに湧いてんのそれ、それとも普通にその頻度で湧くの。それだったらもう頭おかしいとは言わないけど、ここら辺平地だな。とりあえず上陸したい。ただあいつにあんまり近づくと多分もうさよならだから、せっかくここまで来てさよならは嫌だから、とりあえずこっち平地行こう。そんな頻度で湧くとは思ってなかったわ。俺のミスだわあれは。じゃあどこら辺、ここら辺で別にいいような気がするよね。めっちゃ羊いるよ。まあここら辺でいいか、ここら辺でいい気がしてきたな。おっと本当にいいのかここで、撤回しようかな。ここら辺でいいやっていう発言撤回しようかな。こちら辺でなんか変な音するんだけど、多分夜になったらもうてかそっちの、あー巨人いるわ。これでもう早速入れてるモッドバレだけど、巨人モッド入れてるってことは立体も軌道も入れてるから安心してください。え、ここそんな気に食わないな。ここ気に食わない、周り森しかなくない。あ、でも湿地帯とかもあるのか。結構いいかも。じゃあ、ここにします。はい、ここに決めよう。じゃあ、さっさと、あ、こう。ハードだから。あー、食料ない。どうしよう。大丈夫だよね。動かなかったら死ぬことはないよね。大丈夫かな？こんな質素な壁で大丈夫？よし、じゃあ、生成入ります。あ、じゃあ、いいじゃない。バイ。これ結構時間かかるからちょっと待って、ほんとなんか画面左端嫌な予感するんだけど、よし出来上がった。オッケー、怖かったよほんと。やっぱね俺のなんか予想通りの感じになってそう。あー怖いよ、やばいでしょあれ。怖っ、ちょっと待って、まあそんな見てる場合じゃない。とりあえず今はギルドに行きましょう。なんかやっぱ、何なんか撃ってきてるよ絶対。あ、段ボールあるな。あれ支援物資なんだよね。まあいいよ。な、ちょ。うん。逃げてきた。やった。みんな助けてくれ。助けてくれ。死ぬ。ああ、ここが
や、ちょっともうちょっと外観とか見たかったけど、まあいいわ、とりあえず避難できたことに感謝だわ。さっきのはちなみにゲリラ VS コマンドを持ったっていうやつの敵だと思う。で、ここがギルド、俺の、ちょっとそんな話してる場合じゃない。なんだ、敵襲だ、敵襲だ、みんな敵襲だって、敵襲、おお、危ない危ない危ない、敵襲。